はい、こんにちは。ですね、今僕は加賀市の霊園に来てます。というのもここは数年前まで火葬場がありまして、市営の火葬場だったんですね。でもう建物はなくなってしまって更地になってますけど、おそらく墓地を増やすんでしょうね、ここで。で、僕の家族も一人ここで火葬していることがあったんで、もう10年ほど前ですけどね。で、もう焼き場はもうすぐに用がなくなってから、新しいのは小松に建てて、加賀市の方は潰したみたいですね。で、もしかしたら何か残ってるかなと思って来たんですけど、この塀に囲まれた何か施設ありますね。ちょっとうろ覚えなんですけど、おそらくこの法要をあげるときに集まるような建物だったと思います。ちょっと行ってみようと思いますね。白に近い青い紫陽花がいっぱい咲いてます。紫陽花の色は下のpHの濃度によって変わるそうですね。青色がアルカリなのか酸性なのかちょっとわかんないですけど、赤っぽいやつはないですね。ちょっとここを行くしかないかな。まあ行きます。はい、着きましたけど施錠されてますね。仏像が薬壺を持ってるんで薬師如来ですね。中に何も残された様子はないですね。この薬師如来の仏像だけが残ってますね。もしかしてまだ何かしら再利用される可能性あるでしょうね。もう外側からはもう完全に塀が作られて中は入れなくなってましたね。まあ以上、旧火葬場跡地でした。